回の旅は梅の駅から始まります。ちょっと寝不足だったので新幹線で寝ようと思ってたんですけど、こうワクワクしちゃって全然眠れませんでした。仙台駅に着いたので、まずは朝食から食べに行きたいと思います。私が訪れたのは芋仙さんです。駅からだいたい15分くらい歩きました。私が行ったのは平日だったので結構空いてたんですけど、普段は割と並ぶみたいです。だいたい15分くらいで入れたかなと思います。頼んだのは朝食セット、お蕎麦と日替わりのご飯、とろろとおしんこがついてきます。お蕎麦は最高だったんですけど、炊き込みご飯が本当に美味しかったです。帰り際には乳酸菌料もくれました。次に電車で松島に向かいますと思ったら、電車がちょうど発車したところだったので歩いて仙台駅に戻りました。泊まる駅が陸前何々駅っていうのがたくさんあって、見てるだけでも面白かったです。松島は日本三景の一つです。渡月橋、福浦橋、すかし橋の3つの橋があります。最初は渡月橋のある小島に向かいます。この島には松尾芭蕉も訪れたそうです。渡月橋が見えてきました。全然人がいなかったのでちょっと歩いていて怖かったです。渡月橋は悪縁を絶った橋とも呼ばれているそうです。ちょっと私には怖かったので、全部は回らずに早めに撤退して次の福浦橋に向かいます。と思ったら円通院を見かけたので、寄っていくことにします。拝観料500円を払って御朱印もいただきました。松潮湾に実在する七福神の島を庭として表したそうです。眺めているだけでもすごい心が穏やかになる気がします。続いて重要文化財の三景殿へ向かいます。三景殿は伊達政宗の孫、三宗を祀った建物です。1646年に建てられた国の重要文化財です。こんな風にずっと解説が流れていました。ここは700年前の洞窟だそうです。こんなに昔のものが残っているって本当すごいですよね。続いては瑞巌寺に向かいました。御朱印が欲しい場合は最初に預けて帰りに受け取ります。瑞巌寺は828年に作られました。現在の建物は1609年に伊達政宗が5年かけて作ったものです。本堂の方は動画を撮ったりはできなかったんですが、全自室の部屋がそれぞれテーマに沿って彫刻されていて、本当にぜひ一度見てほしいです。続いて福浦橋に向かいます。途中で五大堂を見つけたんですが、ここは後で寄ることにします。福浦橋が見えてきました。この橋だけは料金がかかるのでここで200円払います。福浦橋は出会い橋とも呼ばれているそうです。
全長252メートル、松島三大橋で最長の長さです。早速渡っていきたいと思います。終えました。もう晴れていて本当に良かったです。ここから見ると小さな島がたくさん見えます。さらに山道のような道を進んでいきます。私はこの日スニーカーだったので良かったんですが、そうじゃないと結構きついかなと思います。普通に山登りでした。吾妻屋に到着しました。ここの雰囲気も景色も本当に良かったです。よく見ると奥の方まで小さな島がたくさん見えます。もう少し歩くと見晴らし台があるんですが、もうすでにだいぶ疲れていたので戻ります。ここは多目的広場かなと思います。こういう場所で一日中ゴロゴロしていたいですね。お腹もだいぶ空いてきたので、ここで腹ごしらえしていきたいと思います。松島魚市場というところに来ました。ここでは海鮮丼を食べることにします。メニューも結構いろいろあって、この中から選んで食券を購入します。2階にはイートインスペースがあって結構空いていました。私が頼んだのはこちらです。ミニネギトロ丼です。この後もいっぱい食べるかなと思ったのでミニサイズにしました。少し歩いたところでお店を発見しました。仙台名物のずんだを使ったものが結構たくさんあったので迷います。結局私はずんだのソフトクリームにしました。もっと濃い味でも良かったかなと思いましたが、美味しかったです。続いて3つ目の橋、つかし橋を渡ります。ここはまだ違うみたいです。この橋を渡った先に松島のシンボルの五大堂があります。これが透かし橋です。身も心も乱れのないよう気を引き締めさせるためにこの作りになっているそうです。私若干の高所恐怖症なので落ちないんだろうけど、ちょっと怖かったですね。五大堂に到着です。1604年に伊達政宗によって再建されました。33年に一度御開帳がされていて、次回はなんと2039年です。現存する最古の桃山建築だそうです。上の方には十二支の彫刻もあります。さっき食べたばっかりなんですけど、また小腹が空いたのでここでも食べたいと思います。ここでは牡蠣の料理がいろいろ食べられます。私は牡蠣フライを選びました。牡蠣はそんな得意ではないんですけど、久しぶりに食べるとやっぱり美味しかったですね。松島の周辺にはお土産屋さんがたくさんあります。かまぼこを持って記念撮影もできます。松島を十分楽しんだので仙台に帰ります。松島本当に景色も良かったし、美味しいものもたくさんありましたし、またぜひ来たいです。仙台に戻ってきました。時間があったのでちょっと散歩して仙台朝市に来ました。駅から徒歩5分くらいで18時くらいまでやっています。再び仙台駅へ戻ってきました。仙台に来たら必ず飲みたいと思っていたずんだシェイクをここで買います。私は食いしん坊なので L サイズにしました。帰るまでにもう一回飲みたいです。結構疲れたのでホテルにチェックインします。
今回はホテルモンテエルマーナ仙台に来ました。駅徒歩3分でとっても便利です。アメニティは必要なものをここから持っていきます。一部はお部屋にも置いてあるのでそんなに必要ないかなと思います。各フロア入る前にはカードキーが必要になります。13階は女性専用フロアになっていて、私を取った時は多分普通のお部屋だったと思うんですが、専用フロアに変えてくれたみたいです。お部屋の中はこんな感じです。結構綺麗です。クローゼットはこんな感じです。一人なのでこれで十分かなと思います。バストイレはこちらです。私はバスと一緒ってあんまり得意じゃないんですけど、ここは大浴場があるので OK です。レディースフロアということでアクセサリー入れまであってすごい行き届いてます。大浴場にはこのタオルを持っていきます。レディースルームはクレンジングとか化粧水とかも置いてあってすごい充実しています。フェイスマスクまであってすごい嬉しいです。今回のお部屋はセミダブルのお部屋になります。パジャマ付きっていうのもすごい嬉しいポイントです。結構嬉しいのがこのお水付きですね。明日いただくことにしたいと思います。ドライヤーは大浴場のものよりもパワーがあって良かったです。冷蔵庫はよくある一般的なものです。冷凍機能はなかったです。あとはコーヒーとかケトルとかもちゃんとあります。お夕飯の前に展望台に行ってみることにします。ホテルから徒歩数分で本当に近いところにあります。エレベーターで31階に行きます。綺麗に見えるそうなんですけど、20時には閉まっちゃうので注意してください。ここからは仙台の大観音が見えるらしいです。よく見てみるとありました。やっぱり大きいですね。今回の旅行のメインの牛タンを食べに向かいます。駅前はアーケードがすごく多いので雨の日も安心です。今回は仙台住みのお客さんに教えてもらったお店にしました。つかさというお店ですね。牛タン以外にもたくさんメニューがありました。まずお飲み物はジンジャーエールを頼みました。そしてこちらが牛タン定食です。牛タンに麦飯とテールスープがついています。牛タンがとにかく分厚いんです。他の店に比べるとちょっとお高めかなと思うんですけど、味は本当に美味しかったですし、テールスープも本当に美味しかったです。美味しすぎて、もう明日も食べたいです。お腹がだいぶいっぱいになったので食後の運動がてらお土産を見ていこうと思います。仙台駅にはお土産屋さんがたくさんあるんですけど、エスパルの地下が充実しているのでおすすめです。荷物になっちゃうので今日見るだけにして明日また買うことにします。それではホテルに戻ります。こちらのホテルにはウェルカムドリンクがあるのでいただいていこうと思います。お茶とジュースが選べます。戻ってからは大浴場に行きました。サウナは日替わりで女性は火、木、土、日になります。行った時は夜しかやってなかったんですけど、現在は朝もやっているそうです。パジャマを着てみました。上下分かれているのがとっても嬉しいです。0時前なんですがもう寝ます。今回は私にしては珍しく朝食付きのプランにしてみました。
和洋のビュッフェになります。なんで選んだかっていうと、この宮城の郷土料理があるのがいいなと思って選びました。ドリンクの種類も結構いっぱいあって良かったですね。で、私の大好きなフルーツやヨーグルト、デザートなんかもたくさん種類があります。白玉文旦までありました。パンの種類も結構いっぱいありました。こちらはサラダのコーナーです。これを着物かと思っちゃいました。第1陣は普段食べないものを中心に選びました。私これ持ってきてから気づいたんですけど、郷土料理をすっかり忘れていました。それでこのビュッフェ選んだんですけどね。で、第2陣はデザートとちょっと郷土料理です。もうだいぶお腹いっぱいになっちゃいました。2日目はバス移動になるので1日乗車券を購入しました。私はデジタルチケットで購入したんですけど、バスターミナルなどでも購入することができます。乗れない人もいたので早めに並ぶのがいいかなと思います。駅からバスで15分くらいで着きました。瑞鳳殿です。アジサイがたくさん咲いていてすごく綺麗でした。階段がすごく急で、しかも長かったですね。一緒のバスで来た人たちもみんなヒーヒー言いながら登っていました。配管料は570円ですが、 Google 仙台のパスを提示すると110円引きになります。またここでも階段があります。1636年に伊達政宗の遺命によって造営されたこちらはお玉屋になります。桃山文化の風習を伝える豪華絢爛な建物として国宝に指定されています。1945年の戦災で焼失してしまって、現在のものは再建されたもののようです。伊達政宗らしいすごく派手な建物ですよね。この全能殿は伊達綱宗の玉屋です。こちらも昭和60年に再建されたものです。境内のあちこちにお玉屋が見られました。瑞鳳殿からバスで約20分のところにある仙台城跡です。ちょっと雨が強まってきちゃいました。中にはフードコートもあります。こちらは宮城県護国神社です。明治37年に作られて、昭和20年仙台大空襲で全焼してしまったそうです。戦後にこの今の状態に復興されました。展示会に入ったんですけど、この日は団体予約があって30分で出てきました。バスの時間までぼーっとしていたらスズメまんじゅうをもらいました。そういえば気づいたんですけど、あの有名な像を見てないですよね。バスの時間の直前に慌てて見に来ました。足取りも自然と早まります。1902年に建てられた慰霊碑です。震災ではシンボルのトビが落ちてしまい破損してしまったそうです。
ありました。これを見ずに帰るところでした。現在の像は1964年に建てられた2代目です。写真でしか見たことなかった像を見ることができて本当に感動しました。ここからの眺めも最高でした。続いてやってきたのはバスで約20分の大崎八幡宮。マンションのすぐお隣にあるというのがちょっと変な感じがしました。1607年伊達政宗によって作られたものです。1952年には国宝に指定されました。茅の輪くぐりがありました。書かれた通りにくぐって平穏無事な生活を願います。私は今回やらなかったですが、次はちょっとやってみようと思います。本堂の装飾もきらびやかでとっても綺麗です。続いてやってきたのは村上屋餅店。こちら絶対行きたかったお店です。私は三色餅を注文しました。ごま、ずんだ、くるみの3種類です。このごまのテカテカ具合すごくないですか。全部美味しかったんですけど、私はごまが一番好きでした。本当は秋温泉まで行きたかったんですが、時間的にちょっと難しそうだったので歩いて霊前寺通りに来ました。欅並木が素敵で日本の道100選にも選ばれています。ふらふらと歩きながら仙台駅に向かいます。やっぱり最後にもう一度食べたいということで牛タン屋さんに来ました。毎日でも本当に食べたいぐらい美味しかったです。そしてこちらもリピートのずんだシェイクです。これも大好きです。まだまだ仙台に行きたいですが、お家に帰ります。今回食べられなかった最中のハギやあんこやのどら焼きはまたリベンジしたいです。久しぶりの一人旅でしたが、とっても充実した1泊2日でした。いつか47都道府県全制覇したいです。最後にお土産を紹介したいと思います。定番のハギの月、お客さんの勧めで買ったムーです。もっと買えばよかったと思うぐらい美味しかったです。そしてどら焼き好きとして外せない小玉のどら焼きです。中にお餅が入っていてとってもお腹が満たされました。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。